代わってリンク上はフランスの代表フレデリック・ダンビエルが登場しています。今年24歳、この人も樋口さんオリンピック帰りですね。はい、そうです、はい、オリンピックでは11位という成績で世界選手権に回ってきました。そうでしたね、はい、もう一人若手で、ジュビエルという2人の選手がフランスから出てきているんですが、はい、こっちの人の方は、はい、4回転サルコに挑戦する、はい、その辺が注目ですね、はいはい、オリンピックでは降りてましたよ、はいはい、曲はサムソンとデリラ、ラ・ボエームの2曲を使います。してるんですが、はい、どうでしょう。これが決まるかどうかです。あ、でも良かったですね。もう降りてから、はい、シークエンスにしましたね、はい、ダブルトをつけましたね、はい、最初のトリプルアクセルからのコンビネーションができませんでしたので、その後の4回転のサルコーの後ろにシークエンスで、そうですね、ダブルトーループをつけました、はい、エッジワークもなかなかシャープなものがあります。ダンビエ、そうですね、それからダブルトーです、ね、これも3回転、はい、トリプルフリップです。サーキュラーステップシークエンスになってますね。円を描いてステップを踏んでいく、はい、そうですね、サーキュラーステップシークエンス、ここでまたジャンプを入れます。このダブルサルコ、トリプルサルコですね、ちょっといってしまいました。今年はヨーロッパ選手権で5位に入りまして、フランスのオリンピック代表に選ばれました24歳のフレデリック・ダンビエール。フルルッツを予定してたんですが、シングルになってしまいましたね、はい、ユニークな美しい動きですね、上手にワルツの音楽を使っていると思います。
もう一つ3回転トリプルトーですね。綺麗になりました。フランスのフレデリック・ダンビエルの演技が終わりました。なかなかジャンプの切れ味もよく、エッジワークもいい選手だというふうに、見えますけれども。そうですね、はいはい、で男性には珍しく美しいワルツの、チェニーのワルツの曲もよく合ってましたよね、はい、ヨーロッパ選手権でもオリンピックでもその切れ味を十分に生かすだけのジャンプがちょっとできなかったところがありました ね、 そうですね、はい、今回のこのフリーの予選のフリーでもやや少し安定感に欠けるところがありましたが、果たしてどのくらいの点が出るでしょうか。あ、5点台が出ましたね、はい、5点1から 5.5 という得点が出ました、はい、当然プレゼンテーションの方が少し上がりますか。同じぐらいでしょうか。 5.45 じゃないでしょうかね、はい、5.6 上がりました ね、 上がりますね、はい、5.3 から5.6 というプレゼンテーションの得点で、うん、今のところ5人を滑った中ではトップのランクになりました、はい、